と、ん？違うな。なんかちゃんと押してると思うんだけど、なんか最近よくずれるんやな。押し間違えてんのかな。これは、収集進捗。何の？宝箱とか、あ、宝箱とかのか。なるほど。75% までいってんな。100% までいったら、あの、魚の剣もらえるんだ。今、87%。まあまあだね。あんで、さらに3日後、7日後に解放されますよと。手がかりはじゃあそこで聞けってことよね。まあ今日はもう教えてくれないから3日後に行ったらいいんだね。でこっちはからくりの調理法。あ、これ今から行く感じか。なんだろう。え、どうしようかな。分けようかな。いや、でもこれ見ただけですな。よし。そのまま行こう。OK。任務があるらしいよ。さっきちょっと出てたやつだね。あの鳥の仙人がリーウェコーに来てなんか新しい調理器具作った的な話をしよったな。それで何なんだろう。あっこにおるな。届くんかなこれ。それでいい。これ。自動で調理に最も適した食材を探し、その食材の気配を、気配表記する。あ、食材がどこにあるかっていうのを教えてくれるってことかな、ことかな。あ、ちょっと待って、データ取らに行けよ。4時間目。5202。この1時間544。14328。5915。広角マイナス713。経験値どうぞ。研究が浅い。素直だな。自動で作れるんだ。洗い物もやってくれる。探し、調理法通りに料理を作ってくれると。豆腐を千切り。
それを、ああ、もあるんだ。まあ、取ってこいと。気配。ああ、あれか。ああ、はあ、はあ。うん？なんかこう一周してない？ちょっと待って、どういうこと？あ、ちょっと待って、これちょっと取ろう。これ取ったろ。あの上か。え、ちょっと気配分かりにくいんだけど、あれ。わかりにくくね。下に降りないってこと？いや違うな。ちょっとよくわからんかな。よくわからんかな。いや、あれをまあたどればいいんだろうけど、わかりにくくない？あそこから、あ、でもそこに向こうに行けばでもとりあえず良さそうだな。なんだろうな、こっちに向かって行ってる気がするけど、そのまま行くとダメよな。いや、この辺から見えねえ。こっちに行かんといけんってことよな。いや、上がれ。ん？危ね。風スライム追いかけるの。なんか捕まえんといけんってこと？時間があれなってんの？倒すの？倒すんだったら弓のやつ持っとかんとやばいよね。倒すだ。
これでいいのか。あ、ちょっと待って。瞬く間に。こいつ結局どこに消えたんだろうな。向こうに進んでいってんな。遠くなると見えなくなるんだな、こいつ。瞬く間に。結局なんかその上上がってんな。悪くないお宝だわ。オッケー、戻るか。なんか原神のさ、なんかそんなアップデートとかじゃないじゃん、今回のイベントって。なんか 2.0 から 2.1 になったくらいのなんかインパクトがあるボリュームだね。作るとき温度に注意する必要がある。人気が加熱または低温状態になると上に表示される温度バーが赤または青に変化。加熱や低温状態が数秒続くと調理が失敗。温度を制御しろと。踏み台を踏むといい。火加減を制御できる。もうやればわかるか。ボリュームはある気がしますね。この元素の影響を受けるとからくり調理人気の温度が上がる。なるほど。無駄な時間を過ごしてると仕事が多い。じゃあ、水と炎
水と炎を抑え、戻っていくか。これが運命です。どういうこと？どういうこと？法規警察は無理なの？わかった。法規警察は無理なの？水の矢が撃てればいいんだけど。あ、でも氷と炎の矢がおるからいけるんか。任せて。これで多分いけるかな。これの意味がよくわからんかったけどな。右と左のね。そういうことか。はあ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 。そういうことね。っていうことか。危ない。なるほど。面倒。なんかボタンで移動するようにしてくれればいいのにね。それくらいはできそうなもんなのに。千人のレシピか。なるほど。あ、これでクリア。なるほどね。とりあえずじゃあこれでなんか今回追加された分は終わったっぽいね。なかなかのボリューム。これが1日分だから、
まあ、同じくらいのボリュームが3日後、1週間後にあるかは分かんないけど、まあ、とりあえず一発目はこんな感じだったようです。集めたやつは最終的になんか交換してくれるのかな。ここでは何もやってくれないんだ。なるほど。4時間半か。今日こんなに原神やるとは思わんかった。マジで。いや、もう原神だけやっと終わりそうだね、今日。そんな日もあっていくか。31万。今回のイベントではマルチじゃないんでしょうかね。あ、なんかちゃんと見てなかったけど、そうじゃな、どうなんだろうな。小麦、これだけ買っとこうかな。とりあえず上げれる武器はないのかな。25あるから、とりあえず1回秘境でも行くか。どうしようかな。どっちも足りてないよな。セシリアのやつか。原神に限ってはやろうと思えば全然やれるな。まだまだ本当ゲームによってなんか、ああもうええかなとかと思うその時間違うね。あ、間違えた。うーふふふふふわ。しかも宵宮さんとか言うとるな。モナさんおるし。ああ、意味ね。いけなくはないでしょう、きっと。モナさんマジでいらんわ、ここは。
まあ、アビスには効くのか。いなぁ。全然止まらないとこなんだ。やばいかも。危ねえ、めちゃめちゃ変な組み合わせで入っちゃった。やっぱ組み合わせ次第によっては危ういんだな。余裕かましとる場合じゃないな。宵宮さんも生物やるだけでもだいぶ違うんだろうけどね。もうちょいだ。浮世風か。
これがあと2個。これ1個。ちょっと待って。いつまでじゃなかったっけ？違うか。先にやればよかったな。こっち、あ、まあでも言うてすぐに使わんから、まあええか。あ、もう、もうそうだね。ガイアさんのやつ、ん？これいけるやん。行くわき坊ちゃまのガイアさんのやつ、これも多分作れるくないっけ？あれないんだっけ？いや、あるよな。間違えた。よし、続々と突破していける。なんだっけ、これか。ないか、ないんだ。天候風が浮世。足りんのか。
中途半端やな。あと20分くらい。まあ、あの辺で宝箱探すか。ざっくりこの辺りなんよな。ここはもうないのかな。さっさと終わらせるぞ。さっきこの辺まで見に来たんだったな。普通にある可能性がある。ないかな。おっと、みほよさんの考えそうなことだぜ。その上かな。左正面、あ、これか。みほよさんの考えそうなことだぜ。この辺はもう大体見てんだよな。私もさっき見たもんな。こっち方面も一応見てんだけどね。瞬く間に。普通の宝箱も出てきた。
あった。この辺までは多分見て、そこの奥には入ってないよ。この曲がったとことかにあったらわからんけど、ないか。任せてください。失礼。陣営のごとく。やっ。普通に鉱石があるだけか。これで間に合いますね。なんかこういうゲームもやってみんとわからんのでな。なんかやってみる前までさ、なんて言うんだろう、これ系のゲーム全部一緒に見えてたよね。なんかホームページ見てもまあなんかよくある感じの、パッと見よくある感じの感じじゃない。なんかまあ美少女キャラがおってんで RPG でみたいな、やったらやったでまあまあまあ面白いとは思うんだろうけどくらいの感じで思っとった、ね、最初な。でなんかそんな本格的な感じじゃなくてもまあまあそういうもんよなって多分思ってたと思うんだけど、想像思ったより本格的だったから、へえってなった。なんかやっぱなんてめちゃめちゃ金かけてんじゃないかなって思うクオリティだなと思ったんやな。例えば日本じゃまあ日本えでも日本向けだけじゃないもんね、か世界海外向けにもやってるもんね。だってなんか規模感が全然違うような感じがやっぱりするよね。なんかなんかいろんなゲームやってみるけどさ、やっぱクオリティってまちまちだからさ、すごいよなと思ったよ。この上とかね、やったら分からんけど、ね、角度的に見えるから、ね、ないよな。もうだいぶこの辺取り尽くした感はある。
構普通に。任せてください。神里流透明。瞬く間に。普通の宝箱がある。え、そんなとこ行けるっけ。この辺、このさらに下かな。死の風格に気をつけます。あるね。この辺通ってないんだ。集めるといい。いや、ある。瞬く間に。普通に敵が出てくる確率が高いな。この幸運を大切に。あ、ちょっと待って。ありますね。この辺か。
取れんかったね今。これうわ惜しい腹立つ腹立つ今の腹立つやつ。ワグマさんおやすみ。もうあと2分で終わる。取り尽くしたな。あ、ワグマさんおやすみありがとう。誰の武器あげてないんだっけ。ピコピコハンマーさんこんばんは。ないの。よし、まあ、あと10秒で終わろう。また3日後にこの今回のイベントの続きが来るんで、そしたらまたその時がっつりやるかな。
無駄に使う。みたいなとこあったよな。よし、ありがとう。よし、データ取って計測層にある。5830。この1時間628。あれ？データ取り忘れた？ 1 時間分取ってない？時間だから、あれ、今の1時間取り忘れたんかな。でも4時間の時取ってるから、その前のところか、多分2時間目3時間目のところが805ポイントだから、ここ怪しいな。多分そこっすね、多分そこっすね。どうしようかな。15227098。合格目安はマイナス1268。19、20の22、23で、多分ここの間21時台のところくらいが多分抜けてんじゃないかな。調整しとこう。じゃあ、終わろうかなと思います。まあ今週も日々コツコツとやっていく感じになると思います。今週キープできるのかどうなんかっていうのは、ちょっと本当やってみるとわからんね。一応まあ 4,5 時間やってキープできるところでキープしていこうかなとは思ってるから、まあキープできれば C1 キープできれば嬉しいし、まあ、できなかったらできなかったで、まあ C2 になるんかな。まあ極力キープする方向でとは考えてる。ただまあミルダムだけやってられる状態ではなくなってきちゃってるから、そんな感じにはなるね、どうしてもね。梅桃さんお疲れ様。ピコピコハンマさん、もしまだおったらお疲れ様。じゃあ終わりますね。ありがとうございます。